こんにちは、アリサです。本日は皆様に報告しないといけないことがございます。私、2月にライブすることになりました。イエーイ、アーティストアリサ活動です。イエーイ。はい、皆様びっくりしたでしょうか。最近ちょっとこういうね、心臓に悪い感じの動画をお届けっていう感じなんですけども、はい、私ですね、2月の17日、来月ですね、2月17日金曜日に、ライブすることになりました。はい、そしてですね、場所は、渋谷の、ラママさんというね、ライブハウスで、時間帯はですね、オープンが6時からで、スタートがね、6時半からとなっております。まあ、まだね、ちょっと時間の詳細が確実にね、決まってないんですけども、やっとライブすることになりました。イエーイ。まあ、君たちは出れないんですけども。一応ね、これはですね、あんまりね、最近映ってないということで、まあ、映りたいというね、3人の申し出がございまして、このような画角となっております。私一人のライブではないんですけどもね、いろんなアーティストの方が出るライブなんですけどもね、そしてチケットなんですけどもね、私がね、もし、事前に行きたいよって方は、私がね、事前にチケットをお取り置きすることができるのでね、YouTube ね、見られてる方でもね、インスタとか Twitter やってないよって方はね、この動画でも何でもいいのでね、行きたいっていうのと、あと匿名でもいいのでね、名前を教えていただければなと思います。まあ、インスタの方はですね、全然 DM とかでね、言ってくださったり、まあね、インスタのストーリーとかでもね、募集したいなと思っております。で、ツイッターですね、DM とか、まあ、ツイートのね、返信とかでもね、何でもいいので、匿名でもね、何でも、はい、大丈夫です。名前と、本名でも大丈夫って方はね、名前と、行きたいっていうのと、配信で見ますとかでもね、全然大丈夫なんで、はい。配信の URL はね、まだちょっと、配られてないのでね、もし配信で見るって方は、それもね、ちょっと配信でっていうので、ちょっと言っていただければなと思います。一つ私からのお願いなんですけども、まあね、私がライブ当日にね、皆さんの名前をバーって書いて、スタッフの方にね、渡すのでね、キブレハンとか、ボブホーナーとか、ちょっとそういう、そういう系はやめていただきたいなと思います。まあ、YouTube のね、なんていうんですか、名前とかでも、インスタの名前とかでもね、全然、そういうので大丈夫なんでね、本名がちょっとね、抵抗あるって方は、そちらでお願いしたいなと思うんですけども、つば九郎とかね、そういう系はやめていただきたいなと思います。はい、そしてチケットなんですけどもね、ちょっと見ながらになってしまうんですけども、チケットがですね、前売り、私に事前にね、言っていただいて、私がね、事前にお取り置きっていう形はですね、チケットが2500円。で、ドリンク代は別途になってしまうんですけどもね、当日だと3000円、ドリンク別途ですね、こちらも。そしてですね、ちょっと当日来れないよって方はね、配信で見ていただくという形になります。配信のチケットの方がね、1500円となります。はい。そして、私のライブに来ていただいた方にはね、ちょっとお客さんの人数にもよっちゃうんですけどもね、当日のお客さんの人数にもよっちゃうんですけども、私と、話せるのと、そして、写真撮影ができるのと、そしてですね、ちょっと神宮ではね、あんまりというか、ちょっとね、なしにしようかなと思ってるのが、サインをね、音楽活動の時はサインをね、ちょっと書きたいなと思っております。一応ですね、神宮は私もヤクルトファンとしてね、一応行ってるので、音楽活動の時はもうアーティストなアリサということで、サインはね、書きたいなと思います。はい、ちょっと神宮ではね、ちょっとごめんなさいって感じなんですけども、神宮の時はね、ちょっと話す程度ぐらいしかね、ちょっと無理なんでね、そういうと、こういうね、機会を大切にね、したいなと思っております。まあね、私自身ね、あんまりね、皆さんと関わる機会がないんでね、ちょっとこういうね、アーティストなアリサもお見せしていくということで、皆さんとお話とか、写真とか、まあ、サインとかでね、書いたり、
皆さんとね、いっぱいいっぱい話したり、ちょっとアーティストな音楽なありさを見せていきたいなと思います。これちょっと初めてなんでね、私皆さんにライブをお誘いするの。まあ、君はちょっとね、出番が、ごめんなさいね、ちょっとヤクルトファンの交流会ではないんでね、君はちょっとできんで、すいませんね。ちょっとすいません。自宅の方で待機で、すいませんね。一応ですね、野球関連の曲はね、ちょっとやろうかなと思ってますんで、ちょっと聞きに来ていただきたいなと思います。まあ、何が出るかはお楽しみって感じですね。はい。まあ、またね、時間の詳細、タイムスケジュールがね、出たら皆さんにまたお知らせしたいなと思っております。たくさんの方とお会いできるのをね、楽しみにしております。はい。本日も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。以上、アリサでした。バイバーイ。